笑っていいと思う。どうもクジャク団ですということで、はい、39人目のゲストです。すいません、自己紹介お願いします。リコーダーの妖精ケンケンです。リコーダーの妖精ケンケンさんということでありがとうございます。はい、タレント活動みたいなされてるんですか？いや、してなくて、はい、普通に友達との賭けで負けて、はい、罰ゲームでやってるんですけど、もともとは、うん、はい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 。で、友達がつけた金型がそのリコーダーの妖精なんですけど、はい、本当は、はい、ヨウセイってあの言ってっていう方のリコーダーヨウセイのそっちで友達がつけられてるんです。だから、あとはリコーダーって言われてるのが、はい、年齢不詳、年齢不詳って最初です。されたり、はいはい、あと結構性格当たるから、はい、そういうので。え、罰ゲームとおっしゃってますけど、はい、結構いろんなメディア出られてますよ、もう何年も前から。何年罰ゲームやってるんですか？今これで多分8年くらい。8年は、25からやってるんですよ。え、もう年齢わかったじゃないですか。じゃあお前普通に計算したら計算したらあ、でも年齢不詳だけど、はいはい。25の時にそれ何の罰ゲームなんですか？なんかの音楽を聴いて、その、はい、誰が絶対音感持ってるかみたいな、はい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 、ああいうゲームで負けたんですか？負けまして、で負けたら何でもやるよっていう、あれです、あの、はいはい、負けず嫌い、はいはい、あります、あります。そういうのでやり始めたの。リコーダーと吹いて、はい、チップだけで1万5000稼ぐっていう。おー、はい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 。あの人に、あの、おごってもらったとか、はい、例えばそういうのはカウントされなくて、差し入れとか、はいはい、もう現金のみ、現金のチップで稼いでこいっていう罰ゲームでやってまして、はい、で、あの、一応音楽とかもやってたんで、はい、そのお金入れるとこ置いちゃってやると、はいはい、やっぱ集まっちゃうとき集まっちゃうんで、はいはいはい、簡単に、はいはい、だからそういかないように、はい、人に話しかけなきゃいけない、はい、かけられなきゃいけないっていう、あ、人間の相互のやり取りで、なるほど、あの、稼いでこうやってる。すげえな。でも1万5000円8年間でまだ貯まってないってことですか？24時間以内にチップのみで1万5000円を3回クリアするまで、はいはいはい、で、結果どうやったんですか？2回です、まだ。え、まだ罰ゲーム続行中？中です。長い罰ゲームですね。そ、その罰ゲームをしろって言った友達はまだ続けろって言ってるのか？いや、テレビ出ちゃったり、で、出ます、見ます、見たことあります、全然。そういうので、はい、逃げられないんです、あの、他の人よりは。だから、他にも何人か罰ゲームになってますけど、はい、他は逃げたと思う。それはなんか反社か何かの罰ゲームを。いや、普通に友達同士の、あの、賭け。もう普通のリアルな。で、その罰ゲームやってたら、ちょっと有名になってしまったというか。そうです。はあ、で、お仕事はされてるんですか？してないです。どうやってじゃあその生活を、こう、あの、彼女病気で亡くしてから、もう急に重い話やな。彼女病気亡くしてから入院してて、精神的に病んで、はい、働いてはないです。罰ゲーム中に彼女亡くしたんですか？いや、その罰ゲームのもっと前だから、あの、あ、もともと働いてなかったんですか？働いてない。生活費はどうしてたんですか？まあ、一応親が生保っていうか、ああ、え、お住まいはじゃあ今は実家というか？実家です、とりあえず。出身はあれなんですか？東京の方なんですか？一応東京出身の埼玉住み、はい、じゃあ関東の方なんですね。はあ、で、今後はもうこれ続けていく感じですか？今んとこはこれで、多分罰ゲーム終わっても、多分その延長上やることにはなると思うんで、はい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 、仮に終わっても、はいはいはい、かなりのメディア出てますよね。一応それっていうのはどうやってオファー来るんですか？もう連絡先とかを、最初多分、はい、一番最初に出た夜更かしとか、うん、見ました、見ました、はい、あの、その基地町の、あの、あれじゃないですか、なんか変わった人とかすごいとか、そういうのを探すって、なんかアンケート取ったらしく、はい、それでなんかその有名な人みたいな、そういうので上がってたらしくて、うわすごい、そっから、はい、まあ夜更かし出て、連絡が来るんですか？ツイッターかなんかに。一応それですね。はあ、あとはそのこうやって会った時にスタッフだったみたいな、あるじゃないですか、はい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 、ああいう感じの関係ができな。あとその渋谷とかでやってる時とかって結構メディアで撮ってる人っているじゃないですか、はいはい、はい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 、なんかそっから話が行ったりとかで、自分の知らないところで勝手に名前がもう、そうですね、はあ、僕はあのかまいたちの番組出てましたよね、はい、
あれはなんすか、あれなんでどうやって出たんすか。あれは、はい、すごいな、あんな。その時たまたま、はい、スタッフの一人から、はい、メールが届いただけで、最初出てくれませんかみたいな感じで、でいいですよっていうので。ギャラとか出るんすか。一応まあ出ました。はあ。その彼女亡くなられなられてから新しい恋はしてないんですよ。わあ。ある意味性格が当たっちゃうから、あの、はい、友達以上とかにはなれるんですけど、はい、恋人にはなれないっていう。先ほどなんかその性格当てるっていうのはもう見た目だけで当てれるって。そうですね、あとイメージこうじゃないかっていう。あ、ちょっと田中さんの当ててもらっていいですか。性格意外と負けず嫌い、まあ、まずある。あ、はいはいはい。で自分のことに関しては束縛されたくないタイプ。はい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 。あの他人から来られると、はい、俺そんなことないみたいな、ちょっと軽く一線引くみたいな。はい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 。あるんですけど、自分から来るタイプ。ああ。自分からは行きたいって、はいはい、で一つ一つはすごいできるんだけど容量が悪い。ああ、はいはいはい。なんか一遍手出すと、あの一石二鳥タイプっていうか。はい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 。なんかできることに関してはすごくもちろんできるんですけど、はい、あのケツさえ良ければいいみたいな。最後最後、なるほどね。別にあのちょっと最初滑っても終わりさえ良ければいいみたいな、いいみたいなとこはちょっとありそう。なんか意外と結構そういう。それはど 今のはどうやって判断したんですか。確かに、あくまでもイメージ。あー、実際どうなんですか田中さん。当たってる当たってない。全然すごい当たってます。当たってんのかい。すごい当たってます。当たってる。ちょっと僕も当ててみてくださいよ、性格を。もともとそんなにタイプがないタイプ、あの好きになったら好きになるっていうか、はいはい、人とか女性も男性も男女関係なんかあるじゃないですか。なんかそういう絡む時とかなんか人間の好き嫌いすげえはっきりしてるけど、なんかお店とか意外と結構そういうのでは優柔不断な感じが。ああ、なるほど。で意外と言ってることは結構 S っぽいけどちょっと M 感もありみたいな。あー、確かに確かに。なんか意外と受け入れちゃう的な。まあ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 、そう、そう、ね、言ってる割にっていう。言いますけど、そうですね。当たっとんだ。すごいですね。なんで見た目の方が重視。恥ずかしかったな。見た目の方が重視的な感じ。恥ずかしいな。見た目とか、 なんか雰囲気とか。すごいですね。今みたいなことを街行く人にやってるんですか。そうです。どこまであるの。もう都内のみですか。一応だいたい山手線で言うなら、はい、半分。あ、山手線の範囲で。はい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 、はい。まあ、でも全部じゃないですけど、まあ、個数的には駅の個数で言えば半分ぐらい、はい。地方行ったりはしないんですか。一回広島とか大阪。広島まで。え、自腹で新幹線かなんか乗って行って。一回歩いてったことがある。嘘でしょ。広島まで。そうです。嘘でしょ。本当ですか。この靴ですか。一回歩いて。この靴で。いや、この靴ではないやろうけどそう、まあ、とりあえず一回歩いてたのが。広島まで行って戻る時も歩いて。いや、戻る時はなんかさすがにあの大阪方向どっちですかって聞いて、はい、帰り分かんないじゃないですか、はいはい、とりあえず行ったら無理だって言われて1枚渡されたんですけど。それでさすがに交通機関乗って。そう、あの車で、あのその時もなんかそのなんか、はい、どっかの撮影してる人、はいはい、あのディレクターの女の人だったんですけど、はい、その人にか大阪まで行くからって言った。はい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 。そこまで乗せて。広島はそうですね。どれぐらいかかるものなんですか歩いて。でもまあ休み休みなんだろう。まあまあでも。10日ぐらい。はあ。何時ですか。漫画喫茶とか。夜ね。でもし眠たくなったり。それがそういう感じ。ちょびっとやつんでいい感じだったし。でも1回だけなんで。ああ、でもすごいな。ちょっと足大丈夫ですか。疲れてない。ちなみにリコーダーでは稼いでないですか。どっちかっていうと最近その性格当てとかがメインになってきちゃって。ああ、だから吹いてる感はない。リコーダーはもともとそういう幼少期から得意やったんですか。だからその小学校で習った時ちょっとやっただけで、あとまあ中卒から吹いてなかったんですけど、でやりだしてちょっと得意な曲ありますよ。ちょっとせっかくなんで。え、例えば例えば何でもいけます。え、何でもいけるんですか。です僕、長渕剛好きなんですけど、うん、あすげえですね。乾杯ね。あ、もう全然いけるいますね。あとは2本でやったり。2本みたい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 。鼻で、いや、口は口です。全部入ってんねんな。
ね、あのドレミ顔、さっきのちょっとゆっくりめにつけば多分日本でもできる。はい、日本で。お、すごい、すげえ。あ、本当、そう、なんか結婚式呼ばれたりしないですか？確かに。結婚式イベント呼ばれたりしそうな感じの。ね、まあ、行ったことありますけど、結婚式とかではないですね。ああ、なんか呼ばれたりしますよね。曲慣れをやります。はいはい。3本は挑戦しないですか？やったけど入りなくて。あ、日本はでも行けたんですね。日本は行けた、ここ日本ですし、腹立つな。何が日本やしや。いやいや、でもすごいすごいです。もうで、じゃああるも吹いて、声かけてみたいな感じで。そうです。あの、そういうね、でもね、ちょっとね、見た目であれですけど、そういうでも格好で極貧みたいなことないんじゃない、この体型的に結構。あ、食事はちゃんと取れてるんですよ。裕福な体型されてるじゃないですか。はい、一時期、はいはい、キャバ嬢に遠慮したらぶっ飛ばすって言われて、あれじゃないですか、あの付き合いとかで一緒に飲みに行こうって言われて、はいはいはい、でも自分罰ゲーム中で、はい、お酒飲んじゃいけないんですか、はい、薬とかも入ってるんですよ、はい、その時は、はいはいはい、だから食べ物でついていくわけですよ。向こうは飲みも入ってるから、はい、要するに自分はゼロの状態から一緒に行くじゃないですか。そうなると週4とかご馳走してもらえるんですか？してたら太ったんです。え、ご飯ご馳走してもらえるんですか？そうしたら太ったんです。それで一回太った。それ一人のキャバ嬢ですか？いろんな人ぐらい。なんでその太ったのをそんな維持できてるんですか？あの、はい、最近コロナで出かけられなくて、あんまり、はいはい、あんまり歩くのもなくなったし、前までは歩いてたりとか、そういうのがあったんで、なんとか。じゃあ生活に困ってるとかはないんですね、特に。お金で困って。個人のはあれですよ。はいはいはい。あ、まあ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 、働いてないし。笑っていいとも。表情顔対決ということで。表情顔対決。はい。僕が今から言うお題を、うん、表情で。表情でやってください。三本勝負で、まあ僕の独断と偏見でどっちが勝ったかっていう判断するので。悲しい顔じゃん。悲しい顔。はい、はい、行きますよ、うん、3、2、1、はい。終了。勝者はケンケンさん。あ、どんな症状してはる。いや、まあお前全然もうひどい。え、もうで悲しんでるっていうか困ってるような。お前のさ、まあまあ、はいはい、かわいい顔。ああ、かわいい。自分なりにかわいい顔を、まあ、写真撮るときとかそんな感じをイメージ。まあ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 、ニコッとしていただければと。いきますよ、3、2、1、はい。デコピンとかの。ああ、デコピン、デコピン、デコピン、まあまあ、はい、なんとなくで、はいはい。使いません。ありがとうございます。ということで